おはようございます。セブライフの友です。ついにね発情が来て、数日前にね発情が来て、種付けをね今しました。はい、この子はというかね、他もそうだったんですが、発情がね自分はちょっと分かりにくかったですね。なんかこう後ろ背中を押したりとか発情確認ですね、原沢さんに教えてもらったように後ろに乗ったりしても耳がねあんまりピーンとならないんですよね。だから今完全に発情が来ているというのは分かりづらくて、まあ、ただ生殖器はねちょっと腫れてきたりとか、あとは分泌液っていうのかな、それを確認して、種付けをしました。はい、でこの子は、去年10月7日にして1回の種付けでね妊娠して、今年の1月末に生まれました。はい、なのでまたね、1回の種付けで妊娠してくれることを願います。はい、もし1回の種付けで妊娠となったら、まあ大体3ヶ月と3週間っていうかな、大体4ヶ月後なので、6月、7月、8月、9月の初め、8月の終わりぐらいかな、5、6、7、そうですね、8月の終わりぐらいですね。はい、に出産になります。あの子たちが、あと1週間ぐらいかな、でこっちの子があと、2、3週間なので、まあ、5月の末までに生まれるとして、離乳まで1ヶ月、5月、6月末で、まあ、売るとしたら、まあ、7月ぐらいには子豚はね全部いなくなるかなという感じですね。もしこの大きい12頭の子豚が、出荷まで育てるんだったらまだあの子たちはいりますね。はい、ただもしね子豚が生まれた子豚全部売れたら、売れたとすると、そうですね、7月8月ぐらいにはねまた母豚だけ、子豚が、子豚他のね育てている豚がいないという状況になりますね。はい、1回で妊娠するといいな。この子が発情来たのでまたね続けてこの 1,2 頭も発情してくれると嬉しいです。でこのねこの子とこの大きい母豚はね義理の父の母豚なんですが、この大きい豚は発情がすぐ来たので、離乳してねすぐ発情来たので種付けは終わってます。でこの子なんですが、あっちの子と姉妹ですね。あの子は1回の妊娠で種付けになったんですが、1回2回ぐらいかな。はい、ただこの子ですね、この子は3回、これが3回目の種付けですね。はい、で3回目の種付けでもう1ヶ月ぐらい経っているので、おそらく妊娠しているかなという感じですね。ただこの1個前のね種付けした時も1ヶ月経って、その後にまた発情が来たので、まだねちゃんと妊娠しているかどうかは分かりません。もし、この種付け、このね発情、また次発情が来てしまったら、義理の父はね売ると言ってました。はい、もしこの母豚を売ったら、あそこのね2頭の大きな子豚をね、自分から買って、義理の父がね自分が持ってあの1頭の子豚を買って育て上げると言ってましたね。あの子豚は本当にね丸々してて成長も早そうなので、まあ5ヶ月ぐらいでね100キロ近くなって売れるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はようやくね発情が来ました。はい、種付けがね発情は数日前に来て種付けできました。はい、1回でね妊娠してくれることを願います。はい、
視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。